世界の都合を無視したエゴ。いやマジでみんなの総力戦だったね。本当熱かった。私の俺の捨てた感情に負けるなど。認めてたまるか。嘘やん。まだ来るのか。お前たちだけには負けんぞ。怠慢か。ちょっと。どういうこと？ギギギ。どうして？無意に乱すな。お前の負けは確定だ。自分の意志を突き通せなかったお前はとっくにこの世界に負けている。黙れ化け物ごときが出しゃばるな。トリスティア、夜、さっさと起きろ。クソ、早く戦え。俺の言うことを聞け。かわいそうだよ、やめてあげて。哀れな男だ。いっそまだ夢うつつのまま生きていればよかったもの。そうね、どっちが幸せだったんだか。モナークが消える。イデアは砕かれてないのに。ん？いや、先ほど砕けた。え、砕けたの？お前が望みを全て否定し諦めたから。そういうことか。自分で自分の願いを、欲求を、本心から全て否定したから。ああ、自分での砕き方ってそういうことか。諦めてしまうことか。長年供給を断たれ脆くなっていたイデアが自己否定に耐えきれず砕け散ったのだ。なるほど。お前の理念は消滅している。うわ、ママ。え、じゃあ私も消えるの？あれ？そんな、俺は彼女のことを思って諦めたのに。それがまあ優しさではあるんだけど、エゴを貫き通せないっていうのはこの世界でかなり致命的なことなんだよな。愚かなのはお前の方だったな。人の身でいらぬ心配をするからだ。ヒューゴさん。深夜。ギギギ、安心しろ。命に支障はない。他の契約者と同じだ。イデアが壊れ心を一部なくしているだけだ。そうするとソラさんのことは忘れちゃうのかな。それはそれで悲しいね。っていうか、ああ、そうだよね。ソラさんと夜を倒しちゃったらダメじゃない。副長が消えちゃう。終わったわ。ごめん。くそ、さっさとあの門に押し込むぞ。押し込むの？間に合います。っていうか門の中で消えちゃったら。困惑、こんな。お兄ちゃん。落ち着け。落ち着いてらんねえだろ。不可能、先輩が消えてしまう。バニタス、何か知ってるなら教えて。どうすればいい？お前たちは神の存在を知ったのだ、うん、ならそやつが消えてしまってもまた資格を集めて神に願えばいい。一からやり直しってこと？人としての蘇り、そう考えはしないのか？ダメ。こ
この私がいいんだよな、みんなは。蘇りのできるできないじゃない。私の前でまた彼に消えてほしくないの。ごめんな、みんなトラウマを植え付けてしまって。そうだ、取り返せるとしてもこれ以上奪われてたまるか。お願い、バニちゃん。ギギ、人とは不可解な存在だ。深夜のポーズじわるな。誰も彼もまともじゃない。まともだったやつなんかいないだろ。あ、はい。お前は悪魔だ、うん、それもモナークのなり損ない。そうだね。今まではユーゴのイデアから力の供給を受けていた、うん、それが消えてしまい今消えかけている。はい。モナークは人間と契約し、その願いに対応したイデアから力を得る、うん、つまりだ、はい、お前たちの誰かが契約すればいい。そうすればこやつがモナークのなり損ないとはいえ、時間稼ぎ分程度のイデアは生まれるだろう。え、絶対みんな嫌でしょ。え、てか契約者の二人はまず無理じゃない。私がなります。チヨ、お兄ちゃんの契約者に。バニちゃん、私まだ契約者じゃないし大丈夫だよね。ああ、どうやって契約すればいいの。チヨ、お前はこやつに願うのだ。心の底から生きてほしいと。そして、はい、お前は誓うのだ。はい。何があろうと生きること。呪いだな。そうか、わかった。お兄ちゃん、私の前から消えたりしないで。あなたは私の特別だから。特別がいっぱいだな、ほんと。だからお願い、生きてください。生きることを誓う。うん、生きる。足りない。え、足りないの？足りない？足りない？え？深夜くん？先輩、はい、生きてください。確かに歪みや世界のことは不安だけど、でもそんな理屈なんてどうでもいいくらい先輩に生きていてほしいって思うから。あ、ログ。ごめん、動揺しすぎてログ出しちゃった、ごめん。それが俺のエゴだから。お前のエゴは綺麗だな。他人のためか。行きたいと願う。足りない。光が増した。大丈夫。どういうことだ。え、どういうこと。モナークが契約できるのは一人なんじゃないのか。ね。いや、例外はある。例外？魂の構造が似ていて、はぁ、願いが同じであれば可能だ。アカネちゃん、スミレちゃんの時と一緒か。魂の構造が似ている。アカネちゃんやスミレちゃんみたいに。ね。でも彼女らは双子、私たちは違う。そうだね。お前たちはこやつの力で繰り返した魂の記憶を共感し合っている。それゆえだろう、はあ、魂の構造が近くなっているようだ。すごいな、なんか全部に意味があったんだなって感じだな。すごい。だったら私も一緒に願う。のぞみ、私だって心。てめえらだけだと不安だからな。与太郎さん、マジ？はい、お願いだから生きて。はい、私にあなたとの約束を守らせて。またあんな悲しい思いさせないで。ごめん、わかった。生きなくちゃいけない義務。先輩、はい、あなたがいないと私は寂しい。そうだね、ごめんね。生きて、お願いだから私を一人にしないで。何回も言わせてしま
生きてみんなと過ごしたい。副長。はい。諦めるな。はい。生きてりゃどんな問題だって一緒になんとかしてやる。かっこいい。だから、うん、生きろ。うん、生きなくちゃ。消えちゃ嫌です。うん、約束したじゃない。うん、私のそばにいて。うん、消えたら許さねえからな。うん、お願い、お兄ちゃん、私たちと生きて。生きてやる。私生きてる、生きてる。よかったよかった、生きてる。ところでバニタス、これが私たちのイデア。ちっちゃ。今まで見たのに比べるとずいぶん小さいですけど。ギギ、見るからに欠陥品だなそんな。おいそやつが完全なモナークでないのが原因だろう。理念の凝縮が足りていない。理念の凝縮ね。ゆえにお前たちが巨食の権能を使えることはないだろう。ああ、それはまあいいことか。だが、はい、こやつが生きるだけなら数日程度は大丈夫だろう。数日。ほっと安心。うん、ビビらせんじゃねえよ。さて、はい、はい。のぞみ、深夜、心、良太郎、千代、この門をくぐればお前たちの願いは叶うだろう。ねえバニタス、ユーゴさんが言っていたことは本当なの？この先で神様に願い事をしても世界に歪みが生まれたり、歪みを消しても別の脅威があるって。何を歪みとし何を脅威とするか次第だが、変化は多面的に作用する。お前たちがそう感じる結果もあるいは生じるだろう。それでも信じるエゴがあるのなら、叶えたい望みがあるのなら、この門をくぐるがいい。愚問だな。ええ、不可解な質問です。私たちの決意は固い。みんなで願いと誓いを果たしましょう。うん。どうしたの千代ちゃん。先にユーゴさんを保健室に運びませんかなるほど。それに皆さんお疲れのようですし、続けていく感じじゃないのか。門の向こうでどんなことがあるかも分かりませんし。戦闘か戦闘か。一度一息ついてからの方がいいんじゃないかなって。露骨に戦闘あるなって感じするなまあそれもそうだな。同意。準備は大切。それに門は逃げない。そうね、数日大丈夫っつってたし。あ、じゃあユーゴさんは俺が連れて行きますね。うん、それじゃあ教室で一息ついてから向かいましょうか。千代ちゃん、提案してくれてありがとうね。気が使える妹や。ってわけで私たちは一度学園に戻るね。え、大丈夫？バニタス。うっ、おー、びっくりした。
戻ったんか。うん、うん、ギギ何？最終あ空虚飾る自我。最終部入ったけど、はあ、あ、最終部憂鬱の章門コンプリートしました。まあ、憂鬱の章だったからソラさんというかね、ユーゴさんの章だったわけなんだけど、まああれだね、最後になって誰の章でもないと。外の力場が薄くなってきてる。どうなることかと思ったけど、無事に学園の外には出られるのかな。かける先生も一緒だったらもっと素直に喜べたんだけどな。かける先生って助けらんないのかな。元気そうだね。いつでも気軽に遊びに来てね。回復の必要なかった。そう、最後にみんなにみんなで発狂覚醒したんだ。大丈夫だったね。はい、じゃあ今回だいぶ長いことね、イベント続きで戦闘もね結構長くなっちゃって、まあ頑張ったので今回はここまでにしたいと思います。それではここまでご視聴ありがとうございました。次回ひょっとしたら最終回かもしれないですね。はい、私も楽しみにしております。それではここまでご視聴ありがとうございました。次回も見てくださったら嬉しいです。ではでは、またなー。